こんにちは。自宅でコンサートのお時間です。今日はオープニングの動画がちょっと変わっていたのを気づきましたでしょうか。実はちょっと知り合いが作ってくれて、今日から新しい、オープニング動画と終わりもまた変わったので、セットになって変わってますのでご覧ください。さて、今日演奏する曲は、発表会に使える曲ということで、小学校は低学年ぐらいの子が選ぶ曲なのかなっていう、本当に定番の曲3曲を演奏いたします。1曲目は、お人形の夢と目覚めで、2曲目が紡ぎ歌で、3曲目がリリースのためにとなっております。ではお聴きください。どうぞ。
この3曲は発表会の、選曲の参考にしていただけたらなと思います。では明日はですね、またエレクトーンで、くるみ割り人形を今回は演奏します。またいろんな曲がメドレーで入ってますので、すごく面白いと思いますので